例えばこいつにシールを貼ってみる。すると2本になる。これが私の能力。名前はキッス。剥がせばペンは元の1本に戻り、亀裂を入れて破壊することができる。被告スポーツマックス、脱税および傷害の罪で懲役5年。5年、たった5年だと。殺させたのはヤツだろ。その証拠も消された。クソてめえ、待て。こら、待ちやがれ。お待ちしろ。思い出したようだな。グロリア！待っていた、このチャンスを。お前が一人きりになり、悲鳴を上げてもいい場所がどこなのか、私が確実に知りたかったのはそのこと。グロリアがどんな思いをしたか。スポーツマックス、お前にしっかりと思い出させてやる。パイプにはシールをもう一枚貼っておいた。不多用にな、この棺桶の。これで閉じられた。さあ叫び声を上げてみろ、たっぷりと。てめえ、助けを呼んでみるんだ。聞いてもらえるのはゴキブリとドブネズミどもにだけだろうがな。貴様もドブの中だ。悲鳴を上げてみろ、スポーツマックス。闇の中から蘇りし者、インプッテツキッド、我と共に来た。闇と共に喜びを分かち、インプッテツキッド。見えないというところがよくわからないが、確かな塊のある物体だった。鳥みたいな。何してる、そこで。you
なにしまった、見えない死骸には上も下も床も壁も関係ない。これで奴の口の中に入れた。完璧にありだ。血を本能的に求めているリビングデッド。やつの能力は透明のゾンビを作り出すこと。これはどうしたエルメス、この手の跡みたいなものは。エルメス見ろ。もう人間じゃないのよ、知能も道徳も。離れるな、エルメス。閉じ込められたぞ。知能ある、人間と同じ。壁から離れろ。床を動いているとは限らないことはすでに体験した。そこだ。ストーンフリー、捕らえた。の前から奴に追い詰められてしまっていたんだ。蘇らせられていたんだ。見えない死骸たちがすでに。一体行くぞ。ディスクの回収も復讐も後回しだ。エルメス。だが自分の肉親をドブに捨てられて、そのことを無理やり忘れて生活するなんて人生は、私はまっぴらごめんだし。いや、七体は死体が糸を切って迫っているぞ。やめるぞ、エルメス。エルメス。エルメス、頭部をシールで二つに。そこだ、スポーツマックス。その能力はもう食らわねえ。そして俺も死骸だからよ。こいつも、こいつも。いいか、終わった。とどめを刺すのはこの俺だ。スポーツマックスがさっき噛みついて飲み込んだものも。お前の位置は分かった、完璧に。狙うのはその情報、顔面の正中線じゃ。そしてこれもグロリアの分だ。そのクソを細切れにしろ。それはもうできない。そして次のもグロリアの分だ。その次の次のも、その次の次のも、次の次もグロリアの分だ。これは